海上自衛隊東京業務隊は、市ヶ谷地区に所在する海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊である。業務隊司令は、一等会社をもって当てられており、防衛大臣の指揮監督を受ける。海上幕僚幹部、東京都に所在する海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊及び、機関に関する次の業務並びに、海上幕僚幹部の行う。 人事事務に必要な資料の作成及び調査研究を行い、開幕等の業務を支援することを任務とする、文書交換に関すること、福利構成に関すること、共済組合に関すること、施設の維持管理に関すること、給与及び旅費の支給に関すること、物品の調達及び補給に関すること、車両の管理運用に関すること、 英内居住を命ぜられた自衛官の居住及び給食に関すること。防衛省の職員の給与等に関する法律、昭和27年法律、第266号の規定による若年定年退職者給付金に関すること。電子計算機等の運用及び維持管理並びに、電子計算機等に関する教育訓練及び技術指導に関すること。共犯。 暗号書、信号書、演習記事、都市、執務参考書、教育参考書、警備知識調査資料、規則類、処刑各書、定携用紙その他の業務の遂行に必要な印刷物の印刷及び製本に関すること、その他開幕等の支援に関すること、ありがとうございます。